今日は性病の症状についてのり先生に解説してもらいます。一つでも当てはまったらあなたは性病かもしれませんよ。性病外科 TV。 一つでも当てはまったら性病の可能性があるかもしれない。これから7つの症状紹介していきます。尿道ムズムズ、海。これまあ当然男子の話なんですけど、まあ、よくある典型的な尿道炎のね、症状です。でこれポイントは尿道ムズムズっていうのはすごい幅があるんだけど、どっちかっていうとほとんど何も感じないぐらいの本当かすかな人がめっちゃ多いです。これあんのかないのか、いやわかんいやーとかもうこんな悩んじゃうぐらいな感じ。あとね海も同じです。海も黄色くてさ、ドロドロしててさ、もう粘稠度も高くていかにも海だみたいな、そういう怪我した時にうわーってその浸水域みたいなところからもう全然サラサラでなんか本当水みたいな、全然あるのかないのかくらいまであるんだけど、そのあるのかないのかがめっちゃ多いです。だからみんな結構悩むというか、うん、典型的なまず話から始まりました。織物が緑色。これなんですけど、これ言う人すごく多いんですよ。この二言目には織物が緑色なんですけど、これ先生何ですかって診断してくださいぐらいのこの緑イコール何かっていうことはないんですよね。だからまあ非特異的な所見って僕らは言うんですけど、それ一つで全部診断に結びつくわけではないんだけど、緑だったりとかすると基本的には何かに結構引っかかったりします。先生質問があるんですけど、あ、どうぞどうぞ、はい、織物が緑っていろんな緑この世にあると思うんですけど、はい、どんぐらいの緑ですか？昔ギニュー特戦隊のクルトっていうのがドラゴンボールだったと思うんですけどあのぐらいの緑です。すいません、あのごめんなさい、あんまり知らない、世代がちょっとあれですかね、はい、あとはあのナメック星が結構全体的に緑だと思うんですけど、あの植物とか分かんないですね、すいません。だピッコロダイモンの緑はあれは行き過ぎなんで、あそこじゃないです。黄緑っぽいやつ。そうですね、ちょっと 今よろしいですか、実演させていただいてここにあの点滴台がございまして、すいませんちょっと前失礼いたしますこの点滴台ありますけども、このぐらいですね、色としてはこれほどの人はあんまいないです。これちょっと緑すぎるというか、このぐらいです。かすかな黄色緑ぐらいです。緑ぐらいですかね。森林ぐらいの緑はない森林、そうですね、黄緑よりなんですね。黄緑よりですね。あ、勉強になりましたすいません。これもちょっと長くなっちゃうけど、織物の性状っていろんなのあるから、サラサラから粘稠度の高いものであるし、あとは、その色も透明なところから、真っ白、黄色、緑、黄緑みたいなところまであるし、あ、ちょっと織物、ごめんなさい、織物ついでにね、面白い話すると、ちょっと織物が砂状になる時があって、それ何だと思います？こう前の動画でも実は言ってるんですけど、結構2年ぐらい前の動画で。水分がないってことですか？いや、砂。砂？これ何かなと思ったらね、はい、ローション使ってると、なんか砂みたいなんですよ。先ほど動画で勉強中に、うん、ローションに含まれてるなんとかなんとかなかったっていう成分、グゼラが水分を吸収してしまうようです。あ、そうなんや。で、砂になるのかな。そして今、作家さんにここ今調べてもらって入れてもらった。なんたらさん、なんたらみたいな。ありがとうございます。はい、お願いします。はい。はい、下腹部が痛む。これね、結構女性で多いんですけど、やっぱり女性の場合はやっぱクラミジアとかリンキンとか入っていて情報性に行くので、お腹が痛くなっちゃう人が結構います。でこれ放置しておくと本当に骨盤内感染症って熱がすごい出てずっと腰が痛いみたいな感じになっちゃって入院になります。なので注意。ただまあ下腹部痛っていうと当然その今の婦人科系のことは言ったけど、あとは消化器もあったり泌尿器もあるんで、正直ちょっといろんな鑑別が必要にはなってくるんでね。例えば腸炎でお腹が痛いのか、あるいは泌尿器科的な尿管結石とかそういうのでお腹が痛いのかっていうのも関わってくるんで、ちょっと難しいんですけど、性病の分野だったら僕ら婦人科系ってことになっていきます。はい、はい、目の充血。はい、これね、典型ではないんですけど、クラミチアとか淋病の場合って目も、円柱状皮って言って粘膜になるんで、ちょっと身がついた手とかで目を触っちゃったり、まあ相手の体液とかでも同じなんだけど、そういうので目に移っちゃうことがあります。でそうすると目が充血してきて、まあそれを、結膜炎って言うんだけど、この白目のとこが赤くなって充血してくると。たまにやっぱ患者さんいるんですよね、あのクラミチアとか淋病でうちで見てる人で目も絶対いってるなみたいなのは、あの眼科のバチバチに赤いんですか、目が。うん、もうそうなんですよ。うん、それでもうすぐ分かるから、あ、もう眼科行ってきてっていう風になります。だそれもちょっと要注意。織物が臭い。
そうですね、織物の匂いに関してはやっぱし、なんていうかな、一番その症状として、まあ、明瞭明確なので、この悩みの人はすごく多いと思うんですよね。今回あのうちでも何回か織物の動画とかね、あの生理の話とかってしてるんだけど、月に1回その生理の前とか生理の時とかに織物の匂いがおかしくなるは全然あの OK なんだけど、もう年中みたいな感じで、それが1ヶ月も2ヶ月も続いちゃってるって感じの、ずっと恒常的に続くような織物の匂いがおかしいっていうのは、大体細菌性膣症またはトリコモナス症にかかってることが非常に多いです。なのでこれは実は要注意、ね、喉に違和感がある、これめちゃめちゃ多いですよね。で特に風邪の時期とかめっちゃ多くないですか。熱が出たりとかすると、まずはうちではコロナの検査をしてもらうんですけど、コロナプラス性病もすごくやっぱいるので、性病の検査も非常に大切です。ただまあコロナほどのその緊急性はないので、まずはコロナの除外をしてもらって、陰性やったらその後で性病の検査をしてもらったらいいと思います。で喉の性病の特徴ですね、リンキンとクラミチアと非常に多いんですけど、リンキンとかクラミチアとかは非常にかすかな違和感程度です。喉がめちゃめちゃ痛いっていう人はまずいないです。なのでまあそれだけでもね、当然あの診断には結びつかないんだけど、ちょっとなんかおかしいなぐらいな、イガイガだなとか遷延するような痛みがあったら、まあ妊娠とかクラミチアの可能性があります。あとそれとは別にですね、梅毒で喉にできちゃうときって、あの咽頭痛っていうのがあるんだけど、それは比較的痛いと言われています。なのでまあ性病だったら、まあその辺が最も大事かな。あと最近だったら一応マイコプラズマも喉に感染するってことが知られていますので、検査はした方がいいと思います。あせも、ニキビ、口内炎。でこれはなんかそのよくあるシリーズというか、どんな人でも症状として、まあ、日常的に、出現してしまうようなものだと思うんですよね。例えば尿道ムズムズとか海とか織物があの緑になるとかって結構珍しいじゃないですか。だけどあせもとか、みんなこう夏とか痒くてあせもとかね、あとはまあニキビもできやすい人はできやすいで、結構この脱毛が今されてる人多いので、そのあたりのニキビっていうのは非常に多いです。でこれそれぞれやっぱ来るんですけど、本当にただのあせもニキビ口内炎の人もいっぱいいるんだけど、中にはあせもだと思ったら、梅毒のバラシンやったとかね、あとはニキビだと思ったらヘルペスだったとか、あとはまあ口内炎だと思ったら、まあ、HIV だってことがあったりとかね、あと口内炎は HIV とか、あと梅毒もあったりします。なのであの性病の可能性も少ないけどあるよっていうシリーズだから、まあ、もしちょっとそういうのがあって心配な場合は、まずは検査をしちゃったら一番いいと思います。検査ですぐに採血とか、あとはまあ織物の、尿の検査とかで分かるものばかりなので、よろしいですかね。ドキドキしちゃいました。これよくあるからね、だから誰でも起こりうるところですよね、うん、ありがとうございます、はい、このようにこのチャンネルではのり先生、かなこちゃん、私で性感染症について楽しく発信しております。チャンネル登録といいねボタン、コメントお待ちしております。あなたの口内炎は性病かもしれません。今日は性病の治療すいません